パパが収賄の罪で逮捕されて家にいないから、家で遊びましょ、リボンをつけてあげる、君は私が今までに見た男の子の中でも一番可愛いから、ずっと家にいてもいいよ、ミルクのプールで泳いだ後は、星空を眺めてランデヴー、好きなように食べ、映画見て、セックスして、パパが自由を買い取って、明日家に戻るから、もうこれでお別れね、リボンはあげるわ、明日からはちゃんと真面目な娘に変身しなくちゃいけないの、パジャマで目覚めると、うち